皆様こんばんは。ただいまご紹介いただきました沖縄県名護市出身の我那覇雅子と申します。一体このマイクを握っている若者は誰なのか、議員の先生方はそうお思いかもしれません。実は全国会議員の先生方に黄色い封筒でキャプターさんの顔を後ろに貼って沖縄の新聞2紙をお送りしたのが私です。皆さん、沖縄ではもうマスコミは信用ならないというのは常識です。皆様ももうお分かりかもしれません。今通訳は安保法制反対反対と言っていますが、彼らの呼び所は全て嘘です。彼らは捏造してしかもう存在することができないのです。私たちはもうマスコミが信用できません。そして本当であれば国会議員の先生たちを信用したいのです。しかし新聞のバッシングを恐れて私たちの代弁をしてくれない。私たち国民は一体どうしたらいいのでしょうか。先生方も実はお困りでしょう。なぜなら皆さんはこの安全法制がいかに我が国に必要なのか、もう皆様ご存知でしょう。しかし正論が言えない。なぜなら日本国憲法があるからです。私たちは生存の権利、自衛の権利を当然として持っています。しかし日本国憲法がそれを否定しているのです。先生方はこの矛盾の中バッチをつけて戦っておられるのでしょう。さあどうしましょうか。マスコミに追われるのか、私たちの国民の気持ちを汲み取るのか。選択肢は簡単です。嘘に言わずに生きればよいのです。これ日本人は後に続くもののあることを信じ、あらゆる困難に打ち勝ってきました。その後に続くものを断ち切ろうというのが日本国憲法なんです。恐ろしい話です。皆さんどうか、私たちは正論を貫く我が国のためにお仕事をされる皆さんを決して一人ぼっちにはしません。どうか皆様の後に続くものを信じてください。幸い左翼は後に続くものを否定しています。大きな流れで見ればもう彼らに後はありません。ピンチはいつもチャンスなんです。このピンチが実は皆様の最大のチャンスであるということをどうか気づいてください。皆様、沖縄県民を、日本国民を、そのバッジの力で中国からマスコミからどうぞ守ってください。沖縄県民のお願いです。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございます。我那覇雅子さんでした。本当に、ね、思いを込めた言葉をこの議員会館前で言ってくれると思います。
皆さん沖縄頑張りをちょっとやりましょう。はい、スパイコー沖縄頑張れ、沖縄頑張れ、沖縄日本国民は守り抜くぞ、沖縄日本国民は守り抜くぞ、守り抜くぞ。ありがとうございました。ガラさん頑張ってください。ありがとうございました。続いて